皆さんこんにちは、先日発売されました弊社の抹茶プロダクトチャイズです。初日からなかなかのオーダーが入って嬉しい限りですが、皆様も今後もぜひ買ってみてください。ビジネスマンにうってつけだと思います。コーヒーの代わりに歯も黒くならないし、いいんじゃないでしょうか。ということで本日の動画の内容なんですけど、石井は企業案件の動画が撮りたい、これです。ちょっとさっき別の動画撮ってて、後半ポロッとそういう話になったんだけど、もうこの方が面白いわって話になったんでぜひちょっと案件お待ちしてますってことなんですけど、まあことの発端はちょっと前に僕がポロッと僕らと提携してる化粧品 OEM 企業の紹介をポロポロッとしたんでね、ほんとちょっとそう小ロットで作れる先あるよみたいな。そしたらそれからそこから3件ぐらい制約したと。大して再生されてる動画でもないよ、千何百回だから。それとは別に僕らのリサーチデモという商品の解説をさせてもらった時も、それだけで問い合わせがまあ50から100ぐらい、ちょっと厳密な数字忘れましたけども来て、まあ、そこは当然制約がされていると。まあそういうようなことになっていて、あれなんか意外にチャンネル登録者数とか再生数はまあまあ普通だけど、いる人のマーケターの中身濃いんじゃね、うんうんうん、化粧品作りたい人なんて世の中にさそんないないぜ。しかも一つはすげえ大企業だったからね。それで制約し、 B2C の定性調査でめちゃくちゃニッチなプロダクトでも、まあ、50から100の問い合わせが来て、まあ、つまりエンゲージメントレート約 10% です。そう考えると高い、激高いよ。しかも全く分析とかしてないけどねでもそこそこでもぶっちゃけ大企業ばっかだから、某大企業ばっかり、皆さんびっくりするぐらい大企業のマーケターさんみたいです。ということなんで、これはなんかいいんじゃねえかと、はい、で俺はなんかそろそろチャンネル登録者数6000人になるし、ちょっともっと YouTuber っぽくやりたい、うん、企業案件しかない。確かに案件くれっていう、案件欲しい、案件くれって話ですよ。これちょっとやりたい、うん、一応なんか僕がちゃんと商品とかその会社見させていただいた上で、まあ我々はぜひおすすめさせていただきたいねっていうものに限定しますけれども、やるからにはちゃんとやる、やるからにはちゃんとやります。一応僕は歯に衣着せぬ系ではあるんで、ダメならダメって言いますけど、そこをその信頼の担保にしてほしい。なるほど、僕がおすすめしてるってことは悪くないぞ。はい、うん、その紹介した裏には何個も跳ね返された案件があるかもしれないってことですね。あるかもしれないそんなに多分来ないけどで特に僕がいいなと思ってるのは、まず SaaS プロダクト系、ソフトウェア系、例えばなんかそのアドフラウドのチェック商品であるとか、僕らみたいなマーケティングリサーチ領域のやつとか、広告の最適化、アドエビス的ななんかそのトラッカー系とか、この辺のウェブ広告系の SaaS、 我々だって見てる人はもうみんなさ、まあ、あとはハブスポットとかでもいいかもしれないけど、はいはい、もうみんな見てる人は基本的に大企業でマーケティングやってらっしゃる方だから、まあいいんじゃない？相性いい。だって1件でも取れたらさ、まあ年間10万円獲得できるとしてさ、まあ僕に10万円払ってもいいんじゃないのみたいな。1件、そうそうそう、1件でペイできますよっていう、まあ、そういう感じ。まあ別に、しかもこれ固定費でやってもいいし、アフィリエイトでやってもいいんだよ。柔軟だよ、本当に。しかも初回はなんならやりたいから、そんなにお金もらわなくていいよ。てかお金ぶっちゃけいらない、やりたい、やりたいから。企業案件はやりたいと。筋を持ってくれたらいいよ。ちょっとやってみたいんだよね。めっちゃ強気で YouTube 自分どれくらいの影響力を行使できるのかちょっと確認しんのよ。カスみたいなこの6000人でどうにかなるんじゃないか。やばいやばい。はい、これが一つね。あ、で、二つ目は、広告代理店かな？広告代理店系。仲良くさせていただいてるところで行くと、テレシー伸ばせるとか。まあ、いわゆるウェブ広告代理店。まあ、もしくは、だから30人から50人くらいで、ちょっと営業力ないけど、すごい実力がちゃんとあって、決まったお客様とやらせていただいてますみたいな代理店さんがいらっしゃったら、すごいやりたい。基本的にそのウェブ代理店みたいなものに対して、俺結構辛辣な立場を取りがちだから、人柄にこれさせていただいたという前提になるんですけどね。いや、いいと思うんだよな。人材とか厳しいですかね。人材エージェントみたいな。ああ、それね、やろうと思ってんだよね。ああ、なるほど。自分たち、ああでも一旦いいよ、全然人材会社に全然大丈夫、一旦いいです。なんか案件ここで、あ、それいいね。人材会社さんと、まだ俺ら免許取ってないからさ、人材会社さんから話もらって、なんか要は何々企業が何々というポジションで何百万円のオファーがありますっていうのをここ出して、お、めっちゃいい。で、もう応募したい方はもうここまでメールください。コンタクトアットまで、コンタクトアットまでこうメールください。で、人材紹介業ないと人材紹介ってしちゃいけないんで、それも通通で流しますので、裏で賄賂もらいます証言まあ賄賂はもらわないけど、なんか人材紹介っていうよりはなんかその掲載してあげた掲載費みたいな感じだよね。うん、でやらせてもらう。めっちゃいいですよ。動画の元にこうボンって出て。そう。っていうか、なんならその会社のこと褒めちぎりますよ。ポジションがいかにいいポジションか。なるほど。あ、説明もしてるってことです。そう。やっぱ俺がすごいインスパイアされてる事業で言うと、全然規模は違うけど、M&A バンクってあるね。あ、はい。M&A バンクって超いいチャンネルだなと思ってます。M&A に興味がある人ばだけが見てて、で、そこにこういう M&A 案件ありますって言ったら、この殺到するよね。それだって M&A に興味あるんだから。だし、自分でもそのチャンネルのオーナーがフランチャイズビジネスをやってて、そのフランチャイジーのオーナーを探していて。なるほど。そう。だから、すごいビジネスモデルとして盤石だなって思うから、ああいうのをやりたいなと思って、今人材紹介業を取ろうとしてて。なるほど。で、俺、だってこのさ、それこそ家康チャンネルにいる1500人のマーケターとさ、マーケターが欲しい人をマッチングさせたらさ、普通にお金良さそうじゃない普通に。しかもいい人材がいい。それ俺副業でやろうと思ってるから。俺からするとさ、自分のクライアントがさ、マーケ人材探してること多いのよ。
うん、そのクライアントの助けにもなるさ。なるほど、もう三歩よしみたいなこと。三歩よし、三歩よし。で、転職したがってる敏腕マーケターと人欲しがってる人をさ、俺のチャンネルを介在して紹介するとかできた。いいじゃん。しかもなんか俺らの別にこう喋るだけだしさ、サイトとかいらないし。そうですね、うん、まあ、ここの枠に乗ってるだけ。そう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 。だからそこを人材エージェントじゃなくて企業にもろ出てもらおうか。だからそれこそ味の素だったら味の素の人事担当さんに出ていただいて、こういう人材を求めます。いくらです。強い。人材エージェントが説明してたらなんかさ、嘘くさいよ。確かに。でもそのもろさ、ユニリーバーの人事担当とか来てたら熱くない？熱い。はい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 って感じ。くれ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 。特にベンチャー、ベンチャー企業とか結構人材欲しいやろ。まあそれは未来の話として、人材紹介免許取ってからなんで、とりあえずあの人材会社でも構いませんので、まあどれもかくにもちょっと案件、三度の飯より案件求めてますんで。そんなもう言い切り一丁いないですよ。やってみたいんだよ。その金稼ぎたいんじゃなくてやってみたいんだよ。企業案件。そう、企業案件。事前の説明から含めて。そうそうそう。どんな感じなんだろうねっていう。やってみたいんだよ。それを介して、その、そういう優良企業と知り合えるしね、俺は。もう、お金いらないって言って、こんなにやりたいっていう人、あんまりいないっす。いない。本当に、いい寿司1回で、いい。で、そのまま報酬体験は相談にしてよ、もう。うん。もしかしたら裏ではめちゃくちゃふっかけてくる可能性もある。ということで、皆さん、ぜひぜひ、ご応募お待ちしてます。よろしくお願いします。